皆さんこんばんは、2024年、7月の29日、7時49分、先ほど船久保選手が、開始早々、10秒以内ですかね、まあ大体それぐらいで、負けてしまって、要因、はっきりと、柔道の、方たちに言っておきます。あの言葉のワードを試合開始が始まった時にいきなりちょっと組みに行くん、ちょっと気をつけてほしいんですね。あの言葉のワードを組み上げたりしていて、こう頭の供給あの時一切言ってなかったんですよ。で、試合入場の時に頭の中をお渡しいたしますとか、そういうワードが聞こえてきていたと思うんですね、船木選手に。でそれだけじゃなくて、あの良い組み手とか良いカウンターだとか良い寝技とか、そういったことをあのまだ組み上げれてなくて、それ組み上げてる途中だったんですよ。だからまだ頭を渡そうとする意識っていうものがこちらの方でもあの言葉の組み上げで精一杯になっていて、それ早くしなかったらあのどうなるかわからない部分とかも、やっぱりこの間 の阿部詩選手の試合でカウンターで、1本取られてますので、まあ、その辺のところをだいぶ僕の方でも警戒していて、で、まあ、あの積極的に攻めに行かれたんだと思うんですけども、頭の中一切行ってない状態だったんです。だから、まあ、その辺のところで、まあ、今後の試合で、今の内容を参考にしていただいて、あの自分の感覚で頭の中来てるなとか、そういったところでね、あの頭の中多分あのプラス上乗せされた時ってクリアになってると思うんですよ。で能力がこう上がってるなっていうのは自分で実感できると思うんですよ。その辺あの感覚で、自分の感覚で判断してもらって、今まだ普通の状態だなっていう時は、まあ最初はちょっと防具優先だとか、その間にあの言葉のワード組み上げて頭の中、あとはこちらの頭の中を供給することを、集中することに、まあ、専念できますので、まあ一応まあ今日ホームページに記載した、まあ、プロ野球界への、まあ、ホームページは淡井圭介の履歴の一番からのあの内容で何か影響があるのかどうかはちょっと今後の、内容で、確認します。とにかく頭の中は一切あの船木選手にこう渡す前に僕は言葉のワードにすごくこだわっていて、それ先にしようとしてたんですよ。で頭の中は本当に一切言ってない状態でもう組んでしまってますから、まあその辺のところ、最初ちょっといきなりこう組みに行くっていうのは自分の感覚で頭の中来てるなと、これならいけるなっていうのが感覚で分かるはずだと思うんで、それが、頭が来るまでちょっと対応、まあ防御を軸に、して、行ってください。まあ数十秒もあればもう絶対できますんで、まあ、入場の時からは組み上げてるんですけども、これは畳の上からなのかどうかもちょっと分からない部分とかもあるんですが、多分入場からの言葉の組み上げでいいはずなんですよ。だから僕のまあ失態といえば失態なんですよ。どうか頭の中を、それよりも頭もう試合が始まってるわけですから、頭の供給をとにかくしなきゃならない。で、かたや言葉の組み上げをどこかこう合間見てこう間合いが広がった時とかに、まあ、その良い寝技、良い投げ技、良いカウンターだとか、そういったことを組んだらよかったっていうことに、なってくると思います。以上です。あんまりたくさん言っても、まあ、ややこしくなると思いますので、入ってきた時の入場の時からすごく落ち着かれていて、礼をするところとかもすごくしっかりされた状態で来ていただけに、ちょっと非常に残念な結果になってしまっています。まあ、今後の試合、各柔道選手の方たちもそうなんですけども、多分レスリングとかもそういうことになってくると思います。まあ、頭の供給がしっかりと言ってるか言ってないかっていうのは本当に非常に
大きな要因なんですけども、そこまで持っていくまでに、良いカウンターとかこちらで作ってなかったら、今までボクシングの試合とかでもやられてるんですよ。相手にこう良いカウンターを教えられるっていう方法で、教えられてしまってますんで、そこをしっかりとこちらは言葉のワードを組み上げた内容で頭なんかを渡すことによって、その内容が、その選手が、発揮できるような状況に作れるはずなんです。で、まあ、今日の件に関しては、船木選手に関しては本当に申し訳ございませんでした。敗者復活戦があるんですかね、早急に確認します。以上です。